はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、綺麗になる方法といってですね、本当に究極に綺麗になるにはどうしたらいいかということをお話していきたいと思います。全部物事は神羅万象というか、みんな同じなんですね。フラクタルとも言いますけども、大きなこともちっちゃなことも全部一緒で、じゃあすごくめちゃくちゃ簡単な話になるんですけども、家綺麗にしたかったらどうしたらいいですかって話になってくるわけですよ。家綺麗にしたかったら、トイレ綺麗にしたかったらどうしたらいいか、歯を綺麗にしたかだったらどうたらいいかって言ったら、掃除するゴミ捨てるなんですね。とにかく綺麗にするには、掃除するゴミ捨てる、循環させるっていうことです。空気を入れ替える、水を入れ替える、植物が綺麗に育つためには水を入れ替える必要がありますよ、空気を入れ替える必要がありますよ、それだけの話で、みんな何の栄養を入れたらいいかっていう足す足す足すをやってきてるんですけども、すごく大切なのは引く引く引くなんですね。この前にやることがあるでしょって話ですよね。まず汚い皮脂がついてるところにいい美容液を入れたところで全く意味がないわけですよね。だから綺麗にするには、いかに排泄をうまく持ってくるかっていうことです。いかにゴミを出すか、全部綺麗にして、全部整えて、全部綺麗に撫でて、家でもそうじゃないですか、ゴミをまず出す、それが一番大切で、ゴミを出したら一回全部出しましょう。出したら全部綺麗にゴシゴシ擦る必要はないんですね。綺麗にしちゃったら、だからそれをさーっと撫でていけば、ピッカピカのまんま私たちはその体をケアすることができる。その時にできるだけいらないものを取り入れないで、高級なものを取り入れるっていうことがすごく大切。いかに得るかよりも、いかに除くか、まあ何でも一緒です。家だったらいかにゴミを取るかの方がすごく大切で、その中で自分が一番取り入れたいもの、私が好きなものを家に置くっていうことがすごく大切なので、何でもかんでも食べ込んでってうまくいかない。あと食事もそうですね。食事も何を取り入れるかっていうよりも、例えば、まあ、前回出したようなグルテンみたいなものは、我々はグルテン耐性がないんですね。民族的にも小麦っていうのはそんなに食べてなかったんで、それに関して肉もそうですよ、肉も牛乳もそうなんだけど、戦後に入ってきたものです。我々が強制的に食べさせられたもので胃腸が荒れてる。我々の腸は長くて、アジアの人間っていうのは米中心なんですね。ああいった草中心の小麦と肉、要するに草しか育たないところだから仕方なく肉を食べてた。欧米人はそれの体ができているので、彼らは脂肪や肉を代謝するような体ができているので、インスリンが多い。それに対して我々は糖を分解するようにできているので、インスリンも使うんですよ。使うんですけども、全体量が少ないことによって、私たちはちょっと糖と油が入ってきただけで、両方入ってくることによって、ものすごい糖尿病が戦後30倍に増えている。これはなぜかって言ったら、欧米から肉や油とグルテンが入ってきたことによって、私たちの糖尿病っていうのは増えていて、炭水化物の量はどん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 減ってるにもかかわらずに、ずっと糖尿病が増えてるっていうのは、私たちがインスリンが少ないので、労働しながら米を消費するっていう形の必要なインスリンがすごく大切なんであって、そうではないということですね。そしてお肌に関しても同じことが言えますって話です。とにかく汚れを落とす、よく泡立てて、そして顔には直接触れないですね。ワンワンワンってこの圧力で洗うようにしていただく。そしてそれを泡離れの時に汚れが落ちてきます。洗ってる時に汚れが落ちるわけじゃなくって、ワン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 って言って混ざります。混ざったら雑巾でも一緒じゃないですか。最初にワーッとやって捨てる。そしてまた残ったやつを新しい水でガーッと洗って捨てる。要するにすすぎと洗剤を何回か繰り返して、最後綺麗になるわけですね。そこでクリームでも化粧でも何でもすればいいですよ。みんな化粧っていうのをシミとかそばかすを隠すための化粧ではなくって、化粧をしなくっても綺麗な状態を作って、そして化粧をしましょう。あ、なるほど。ベースを綺麗にして綺麗になりましょうなので、何かを取り入れるっていうのは一番最後。家も綺麗にピカピカにして綺麗なものを置きましょうっていう。日本人っていうのは本当に全部マイナスしていく民族。8畳のね、部屋にね、ベッドもソファーも机もいらないんです。
日本人っていうのは必要なものだけを出してきて、6畳の和室で茶道具だったら茶道具、茶だけをする、他は何もない。何か書き物するんだったら作家さんが書くようなね、ちっちゃいテーブルがあってバーッと書いて、それも押し入れの中に入れる。押し入れの中も半分以上は空間にしておく。そうじゃないと循環しないんです。押し入れてしまったものは死んでしまう。中の空気も物も循環するからこそ、すごく素晴らしく、それも綺麗に保つことができる。お尻の中が詰まってる人間は頭の中も詰まってるし、腸の中も詰まってるし、人間関係もふん詰まりの状態になってるので、我々はその流れ、排泄をうまくするってことで綺麗に洗うってことと、皮膚の中の排泄はリンパなんです。皮膚の中の排泄はリンパなので、腸では吸収します、栄養。それに対して皮膚の老廃物の排泄はリンパで行っている。水に溶ける以外のものの固形の排泄は全部リンパが行ってますので、とにかく排泄をしっかりする。皮膚が動かないように撫でることがすごく大切で、みんな皮膚が動いちゃうんですね。で、私たちが撫でる場合、顔を撫でる場合も一切皮膚は動かない。毛細リンパが排水口の蓋がパカパカパカって開いて、ザーッと流れていきますから、とにかく概念として皆さんね、とにかくゴシ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 やろうとする。ゴシゴシやっていいのは歯だけ。ゴシゴシやらないことが非常に大切なので、皆さんもね、ぜひリンパケアっていうのをね、本当にケア、手入れと使い方、だからせっかく手入れしても使い方が存在だったら、汚れてもまたすぐにきれいにすればいいだけの話なので、それをしっかりやっていただくと、どん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 皆さんがきれいになっていく。そしてすごく大切なのは、この綺麗になっていくことに気づく。自分でまだここがまだここがって言ってる人はなかなか良くならないんですね。そういう思考も関係してる。思考はすごく関係しています。私たちはないものは得ることができない。それに対してあるものはどんどん加速していく。だからもっとここがだったらいいんです。もっとここが綺麗になって、もっとここがっていう意識に変えていただくと、もっともっと綺麗になりますから、とにかく皆さん、家の掃除も一緒にやっていただければいいし、体の掃除もやっていただいて、それによってどん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 とお肌も体もお顔も綺麗になっていきます。とにかく大切に扱う。大切にしたら可愛くなりますからね。どんなブサイクな犬でも大切に大切に可愛がってたら絶対に可愛くなるんで、自分の組織も可愛がってあげる。綺麗にして可愛がってあげる。そうですよね。ワンちゃんもどんどんブラッシングして綺麗にして可愛がってたら絶対可愛くなりますから。私にとって私が可愛いっていうところまでなかなかね、道のりが遠いかもしれないんだけど、ワンちゃんと一緒で可愛いよって言ってあげるんです。まずね、自分にね嘘でもいいから言ってあげたら嬉しいじゃないですか。人に言われて嫌なことを自分に絶対に言わないってことがすごく大切なので、ぜひね、皆さん自分のケアっていうのはメンテナンスと動かし方になりますから、それをどんどんやって綺麗になっていきましょうということです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、ご感想やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、 LINE 登録がまだの方、 LINE 登録、チャンネル登録よろしくお願いいたします。